山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。金沢市本町和楽器の店関谷楽器、関谷秀勝さんにお話を伺いました。家族経営の和楽器の店の9代目関谷秀勝さん、子供の頃から和楽器の演奏会についていき、楽器を並べたりお父さんのすることを見ていました。高校卒業してから大学の夜間に通いながら陸上自衛官として働きました。大学を卒業してから家業を継ぐことになりました。まず琴の製造方法を名古屋に学びに行き、弦を張り修正する技術を東京に習いに行きました。琴や三味線の弾き手の気持ちを理解するために自ら演奏を習いに行きました。現在秀勝さんはお父さんの下で働き、ぶつかり合いながら修行の日々を送っています。三味線は革や絹糸の状態で音の響きが違います。関谷楽器では和楽器選びや修理もしているので、気軽にお店に来てもらいたいと思っています。和楽器愛好家や演奏者に受け継いでいってほしいので、和楽器体験会も開催しています。最近は観光客や外国人の方が店に立ち寄り、練習して簡単な曲が弾けるようになって喜ばれています。そういえば漫画やアニメでも和楽器バンドが注目され活躍していますね。まずは触れてみて弾いてみましょうか。だんだん曲が弾けるようになってくると楽しいだろうなと思いました。金沢市本町にある関谷楽器、関谷秀勝さんを訪ねてみてくださいね。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。